もう1分やってんのね。はい、じゃあいいよ、これで。はい、3分で始めたの。今日が何曜日？木曜日？木曜日です。金土日、3日ぐらいね、日曜日。はい、わかりました。それまでちょっとカバーしておきます。ちょっと以上ベテラップで買ってください。あ、そっか、ベテラップで最初ベテラップが終わってみました。よし、で前足抱っこして、まあでも基本エリザベスからついてるんですよね。はい、で外した時に食べてるってことですね。つけたまんま食べるんですよね、さすがに。あ、でも夜の間食べてますよ、チムシだけは。あ、つけたまんま。あ、すごい。うまくいけばペレットも食べてるんですけど、うん、タイミングが合わないと口が届かないので、ペレットの場合は。なるほど。おもちゃを落としちゃってね。そうですね。ペレットのケースの中に落としちゃって食べれなくなって。今日の朝なんか本当に落としちゃってどうすることもできなくなっちゃったんですけど。ただチムシの旅はめちゃくちゃいいので、うん、夕方の世話した後に、夜寝る前も亡くなっている状態になっていることが多いので、追加して、入れさせて、入れて、そうですね、はい、そういう体重はね、やっぱりちょっと減るんでね、なるとけ、食べさせてください。はい、いる時は、僕らがいる時はもう全部腹を発散しちゃってますけど、うん、よし、はい、じゃあ星ブラッシングですね、軽く。はい、はい、グッと、はい、じゃあお尻が逆に残って何も残ってないよ、うん、やっとなんとか目処が立ってきましたね。そうですね、本当に長くなっちゃった。いやいや、この子が悪い、自分でやっちゃった。1週間狂いましたから、ね、私も勉強になりました。まあ分かってたんですけど、ね、1種類の子はね、まあ、ワンちゃんでも猫ちゃんでもやっぱりやっちゃう子はやっちゃうんでね、移動するチームスとバッシュ、もう一個だけ外から、はい、傷と胸は大丈夫、大丈夫。何かあればもちろん相談してください。はい、避ければじゃあ日曜日って、はい、吉田さん16か16日の日曜日にじゃあ、はい、それで、まあ、もしかしたら
相当あれですか、あんまりちょっと心配だったらまたつけといて、うんうん、でまあ、あの今回でも張りっぱなしでさ、結構10、11、12、13、4日間ですよね、うん、はい、多分なんかもう1日ぐらい行けそうなんですよ、5日ぐらい大丈夫ですよ、うん、まあ、日曜日にさせてもらって、そこで、まあ、もうちょっと行くのかえぐれてるとこじゃないですか、はい、上のとこ、そこはもうちょっと時間かかると思うので日曜日に張り替えて、月火水木そこら辺で、うん、それまでも本当なるべく食べさせてください、はい、食べる、あのチムスとかね、それしかないんだよ、すごく食べるわよね、もうカラー外してればすごく食べるようなところがいいと思うんですけどね、うん、お薬はそこまでありますかね、あと6日分ありますね、じゃあ、まあ、今度の時に出しますね、はい、はい、はい、じゃあ OK です、はい、痛かったよね、バスシム、ちょっと普通はこんな痛くないんだけどさ、痛かったです、だいぶ引っ張ってたから、うん、あの内臓はそうでもないけど、ステンレスみたいな、はい、痛いと思いますけど、ね、よく我慢してくれましたよね、うん、痛いとボンボーンってなっちゃう子いるから、そうです、ね、それが心配だったんですけど、なんとか我慢してくれたもんね、えらいえらい、でも結構短いからあ、そうか、そうか、あ、そうそう、そう、これ綺麗な感じだから、本当汚れたら取り替えてくださいね、はい、あ、そうか、展示しとこ、最近カラーを加えて振り回すんですよ、怒って、カラーを外した後に置いとくじゃないですか、あ、このカラーが僕を邪魔するんだって、そう、自己主張で振り回して、そういうこと、うん、加えちゃって、外した時にね、今これ何個つけてます、22です、22ですか、はい、怒っちゃって、それはね、まあしょうがないですよ、この子のみんなって言えば、うん、分かってないから、まあ、カラーするときは寝るときか外出するときだってもう分かってるので、でも僕がつけるときは諦めてます、大抵分かってきてるもう寝るよって言ったらつけるようです、大体でもブって言うよね、ブって怒りますけど、ただ諦めます、これの結果で渡してますよね、抗原繊維性の模式、はい、いただきました、はい、はい、じゃあいいよ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、よかったね、はい、ありがとう、はい、堀久保さん、はい、ありがとう、新しいの一番出すとかいいですかね、うーんと、今度は僕の方で作ったやつ持ってきますので、はい、わかりました、はい、じゃあそれではお願いします、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。